アーボーセイザーチャンネルハルガとアンナとアキとカズです。アボー、イエッ。アボー、イエッ。オーストラリアですね。行ったことある？ないよ、社長。でも、有名？オーシー、オーシールビュアイナス、オーシーです。あれ、仕事しに行くの人多い。あ、ミャンマーから。そうね、ミャンマーに。はい、あとで、あとで学校、大学のためとか。へぇ、まあ、スコラシップとあるじゃん。はい、あれ、有名な人、あれ、歌手とか女優とか、それの娘とか息子とか、今、おじに勉強しているとか、おじに行くとか言うから。そうなんだ。どんなイメージがある？オーストラリア。綺麗。寒いでしょ。寒い？寒いですか？いえ、寒いはどこ？雪はどこ？雪も、雪も。今ヤホーだよ。いえ、暑いよ。ヤンゴは今、朝も停電しました。イメージ、動物が多いイメージあるね。動物？前、前、ミランね。どうミランなり？あ、マホルだ、モディ。How day? あら、オーストリアマリ。あ、そうそう、火事ね、山火事が起きたね。そうそう、山火事大きいになった。あれ、オーストラリアですね。動物どもの可愛そう。いや、本当だよ。ハチの中に。これですね。これ、カズさん好きなやつでしょ。そうそうそう、大好きなやつ。可愛い。可愛いでしょ、コアラ。はい、コアラ、はい。欲しい。欲しい？持ってこれないんだよね、法律があるから。あ、法律はダメかな。そうそうそう、ダメです。その場所にしかいない動物を他の国に持ってっちゃいけないのよ。ああ、そうですか。そう、日本人も多いですよね、オーストラリア。そうなんですね。ワーキングホリデーって聞いたことある？ワーキングホリデー、仕事しない？うん、する、仕事するの。仕事するけどホリデーみたいなもんだよ。アローナーや、アローナーや、ヤズムみたいな。ローネーでのホリデー。そう、変な言葉だよね、そういう考えると。日本で仕事してるでしょ、みんな。で、日本で仕事辞めて、で、その間他の国でちょっと働いてみようって言って仕事をしたりするのよ。おじいさん、おばさん、おじいさまが若い人が多いかな。年齢制限があって、はい、これ、まあ、ちょっと私最近調べてないんでわかんないんですけど、まあ、30歳とか35歳まで、そういう制度、そういうビザがあるの。オーストラリアは、はい、じゃあダメ。うん、そう、そうじゃない、そうじゃない。厳しい、厳しい。違うんだ、日本はいけないの意味ですか？どっちわかりません。日本人に厳しすぎね。そう、いろんな国でね、働くのにビザが必要でしょ。はい、あ、はい。で、その普通の就職した時のビザ、ビジネスビザとか、そういうのって取るの大変なのよ。1年だけオーストラリア働きたいとか、半年だけ働きたいとかって、なかなかビザが下りないのね。そういう人たちのためにワーキングホリデービザっていうのがあるのよ。大学で何人か行った友達いますね。何人かって言っても2人かな。うんうん。もう完全に大学進学で、留学とか、留学扱いになるんですかね、進学っていう感じで。そうね、何してもいいからね。そういうなんか懐の広さというか。語学留学もそうですし、日本から出すと、日本から、まあ別に日本人だけじゃないのね、ワーキングホリデー。それはいいですね。ミャンマーにはないよ。ミャンマーにはないと思う。だからオーストラリアね、僕もミャンマーに来るかオーストラリアに行くかで迷ってて。あ、私もです。海外行くときオーストラリア視野に入れてました。ね、やっぱそうなりますよね。はい、いろいろ、あと今法律変わっちゃったんですけど、何年か前は結構緩かったんですよね、やっぱり。そう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 。ちょっとずつやっぱ厳しくなってますね、会社設立とかも。うん、オランダもそうなんですよね。あ、そうなんだ。日本の国はいいですね。いいでしょう。今ミャンマーにもそういうあるといいと思う。あの、そういうのを取り決める、国と国で決めればそういうのができるのよ、はい、ワーキングホリデー制度っていうのを作ることができるから。そう、だから日本とミャンマーがワーキングホリデー制度やりましょうってやればできるよ。じゃあニュースを教えてください。チーン。なんかずっと探してるんですけど、ない、ない。あの問題しか出てこない。何の問題？4万チャットの問題。まだ問題になる。あの、今日ミャンマータイムズでも見た。私たちもまたね。あれ、ナイフで刺されるぐらいまであった。何それ？
あれ考えしてそれ、あもう私たちもらってないよ。そう。なんかどっちかどっちわからない書いてる、ミャンマー語ミャンマー語で書いてるですけどわかりません書いてるの。何4万ちょっともらえない、私はもらえないぞって言って怒ってる人がいるの。はいはい、その言うの人を他の人はなんかやってる。ナイフでやってる。え、もえそうなんだ。だからちょっとわかりません。ね。私たちね、2万ちょっとももらわない。今4万ちょっともまた。まだ。またじゃなくて全然と思うよ。今は私は主語ないバハン。バハンに住んでるでしょ。うん。住んでるからバハンの偉い人たちに。そうそう、住んでるとかね、言うの方がいいと思う。でも私たちは言わないから、うん、もう4万ちょっともうあげませんと思いました。言わなきゃいけないってことか。まあそうだね。僕も言わないからもらえてないのか。そうですね。私もですね。行かなきゃ。ダゴン星館。はい、あそう、はい、見た？アンナ知ってる？はい、教えて、うん、教えて、うん、ハルカさんも知ってるでしょ。アンナ喋りなさい。アンナ何教えてんの？何言ったか知らない。私パクシーさんに中国人の、そう なんというパクシーは何ですか？そう、中華まん屋さん。そう、中華まん屋さんの何ですか、お店に子供たちはいっぱいいると。でも何ですか、虐待を受けてたんですよね。ああ、そうなんだ。従業員が。で、アンナさ、その従業員さ、はい、あの病気だったの。え、知らないっすよ。あ、マジか、それは知らなかったそう、コロナだったんですよ。あら、そうなんだ。はい、コロナだったの。子供たちもね、いっそかご飯食べません。わあ、ひどいね。あ、虐待がすごいんだ。18人ですって。そんなにいたの？多いですね。ね、みんなじゃあコロナにかかっちゃってるってこと？そのうち10人です、コロナが。ありゃりゃ。保護されて、あの家族のもとに帰れるまでは政府が食事とか住む場所をね、うん、はい、はい、助けてあげるみたい。うん、いいね。うん、ね。虐待は結構ね、ミャンマー多いんですよね。殴ったり蹴ったりとか、ご飯あげないとか、うん。田舎は知らない。田舎も多いよ。もうあったニュースみたいな。本当？あ、何年前かな。あ、最近ね。イスラム人の家族は知ってるでしょ、アナ。うん、知らないよ。すいません。今私聞こえ。の家族はちょっと有名な家族、有名ねとか、あれ物？あ、物を。そうそう、知ってる。何それ？あなた言って。私もちゃんと覚えてない、忘れたんですけど、それは事故あったとか。本当。子供にいっぱい叩いた。その人は。ああ、心の病気なんだ。あ、社長前もあれあったでしょ。ニュースに話題出して言ってたかな。あれ歌手。ああ。歌手の人は、ね、その子供に。レイプした。うん、結構そのレイプは多いですね。悪い人。久しぶりにクイズやろうかな。選挙終わりましたね。はい。ね、女性のね、女性の議員さん増えたんですって、はい、何パーセントぐらい増えたと思いますか？10% とか。もう一声。そうだね、あと40。めっちゃ行ったんだ。40% も増えたね。17%。すごいね、めっちゃ増えたね。めっちゃ増えました。5分の1がじゃあ女性議員さんなんだ。本日も動画を見てくれてありがとうございます。面白かったら高評価を、もっと聞きたいなったらチャンネル登録をお願いします。それでは、はるかとアンナとアキとカズでした。バイバイ。バイ。
なでカズさんち行こう。おやおや。ね、焼肉食べよう。一人だと寂しいじゃないですか。いやいや。最初は一人食べる。うん、まあね、寂しいだよ。そうだよ。いや、シャシャのために私たちは考えるから、私大丈夫だよ。一緒に食べましょう。いやいや、僕のこと考えてない。社長のためにね。社長のために。そうそう全部みんな自分のためになって、目が焼肉になってるよ。はい、はい、はい、じゃあアンナちゃん。